ホーティネスピララスが飛ぶルシラルサイタニカのオスの正面。発光するホタル日本の河川でのホタルの群舞ホタルの発光部位は腹部の後方であるメスや幼虫も光るホタルは、甲虫目、ホタルカランペリディに分類される昆虫の総称。発光することで知られる昆虫である。主に熱帯から温帯のタウ地域に分布し、世界にはおよそ2000種が生息しているとされる。 幼虫時代を水中で過ごす水星ホタルと陸上の湿地で過ごす陸星ホタルがいる。日本でホタルといえば本州以南の日本各地に分布し5月から6月にかけて孵化するゲンジボタルルシラクルーシアータを指すことが多い。日本ではゲンジボタルが親しまれていてこれがすべてのホタルの代表であるかのように考えられるが実際にははるかに多様な種がある。 国内には約40種が知られており、世界的には熱帯を主な分布域とするだけに、本土より南西諸島により多くの種がある。さらに南に下った台湾では約58種が生息しており、初夏にホタルを干渉する観光行事も行われている。ンジホタルの成虫が初夏に発生するため、日本ではホタルは夏の風物詩と捉えられており、 夜のホタルの発光を干渉するホタル狩りが行われる。日本を含む東アジアにおいてホタルの成虫は必ずしも夏だけに出現するものではない。例えば朝鮮半島、中国、津島に分布する秋窓ボタルパイラスリアルーファは和名通りに秋に成虫が発生する。イリオモテ島で発見されたイリオモテボタルリガフサルマス。オーバイは真冬に発光する。 成虫の体長は数ミリメートルから30ミリメートルほどで、甲虫としては小型中型である。体型は前後に細長く、腹肺に平たい。特に前胸は平らで、頭部を覆うことが多い。よくある色合いは全体に黒っぽく、前胸だけが赤いというものである。その体は甲虫としては柔らかい。オスとメスを比べるとメスの方が大きい。メスは、 羽が退化して飛べない種類があり、さらには幼虫のままのような外見をした種類もいる。成虫期間は約1から2週間。幼虫はやや扁平で細長い。頭部は胸部に引っ込めることができる。胸部に短い三体の不足があり、腹部の後端に吸盤があって、尺取虫のように移動する。多くの種類の幼虫は、湿純な森林の臨床で生活し、種類によって、 マイマイや、キセルガイなどの陸生巻き類やミミズ、ヤスデなどといった土壌動物の捕食者として分化している。日本に住むゲンジボタル、ヘイケボタル、クメジマボタルの3種の幼虫は、淡水中に生息し、モノアラガイや、カワニナ、タニシや、ミヤイリガイなどの淡水性巻き類を捕食するが、これは、ホタル全体で見ると、むしろ少数派である。また、 スジグルボタルの幼虫は普段は陸上で生活するが接触時のみ林内の小さな湧水や祭流の水中に潜り川になお捕食していることが知られている。ゲンジボタルやヘイケボタルなど水性の種では幼虫、成虫ともに水草やスイカのような香りがある。多くの種類の成虫は後期が退化しているため後期は過労て水分を摂取するぐらいしか機能を 有していない。このため、ほぼ1から2週間の間に、幼虫時代に蓄えた栄養素のみで繁殖活動を行うことになる。海外には、成虫となっても他の昆虫などを捕食する種がいる。ホタルの内ビブなどに発光期間を持つ種は、酵素のルシフェラーゼとルシフェリンの化学反応で光を発する。日本の基礎生物学研究所と中部大学は、 平家ボタルの両者に米国マサチューセッツ工科大学を加えた研究チームは米国産ホタルフォティヌスピラリースのゲノムを2018年に解読。発酵しない生物にもある脂肪酸代謝酵素がホタルの祖先が進化する過程で重複を起こして1億年以上前に発酵能力を得たと推測されるとの研究結果を発表した。ホタルが発酵する能力を獲得したのは 敵を脅かすためという説や、食べると、まずいことを警告する、警戒食であるという説がある。事実ホタル科の昆虫は毒を有しており、よく似た姿や配色をした昆虫も存在する。ただし、それらは、体色がホタルに似るものであり、発酵するわけではない。卵や幼虫の時代には、ほとんどの種類が発酵する。成虫が発する種は、夜行性の種が大半を占め、 中高生の種の成虫では強く発光する種も存在するが多くの種はまず発酵しない。夜行性の種類では主に配偶行動の更新に発酵を用いており光を放つリズムやその際の飛び方などに種ごとの特徴がある。このため交尾のために発光能力を獲得したという説も有力である。一般的にはオスの方が運動性に優れ飛び回りながら メスを探し、メスはあまり動かない。成虫が発光する場合は、サナギも発光するので、このような種は生活史の前段階で発光することになる。中高生の種では、光に変わって、あるいは光と併用して、性フェロモンをコミュニケーションの媒体としていると考えられる。変わった例では、以下のような種類もいる。発光するホタルの成虫は、 腹部の後方の一定の大切に発酵器を持つ。幼虫は腹部末端付近の大切に発酵器を持つものが多いが、より多くの大切に持っている場合もある。ホタルの発光物質はルシフェリンと呼ばれ、ルシフェラーゼという酵素と ATP が働くことで発光する。発光は表皮近くの発酵層で行われ、発酵層の下には光を反射する反射層もある。 ホタルに限らず、生物の発光は電気による光源と比較すると、効率が非常に高く、熱をほとんど出さない。このため、栄光と呼ばれる。日本には40種類以上のホタルがいると言われる。代表的な種類には、以下のようなものがいる。現ジホタルルシラクルーシアータモーチルスキー、1854? 体長1 5ト、mm、ル前後で、日本産ホタル類では、大型種。 成虫の全境部中央には十字架形の黒い模様がある。幼虫は川の中流域に住み、川に名を捕食する。初夏の風物詩として人気が高く、保全への試みが日本各地で行われているが、遺伝的に異なる特性を持った他地域のホタルの増殖、放流による遺伝子汚染が問題になってもいる。ヘ家ケボタルルシララターリスモーチルスキー1860 体長8ト、mm、ル前後で、ゲンジボタルより小さい。主に砕流や水田などの止水域で発生する。幼虫は、川ナだけでなく、モノアラガイやタニシなど様々な淡水性巻貝類を幅広く捕食し、やや不栄養化した環境にも適応する。また時には日上がる水田のような環境でも、エラ呼吸だけではなく空気呼吸を併用し、泥に潜って生き延びる。 成虫の出現期間は長く、5月から9月頃まで発酵が見られる。悲鳴ボタルルシラ・パーベイアラ・キーザンウェター、1874、体長は7ミリメートル前後で、平家ボタルよりさらに小型の陸生のホタルである。西日本の林地や草地に分布する。幼虫は林床に住み、マイマイやキセルガイなどを捕食する。5から6月に浮かし、かなり強く発光するが、 川辺などの開けた場所ではなく森林内などの人目に、つきにくい場所で光るのであまり知られていない。名古屋城の堀の中に広がる草地には、都市部では、珍しい大規模な生息地があることが知られている。メスは飛行できないため分布地の移動性は小さく、個々の個体群は隔離されがちで、地域により、体調など、遺伝的特性の差が著しい。 マドボタルパイラスリアマドボタル属パイラスリアの総称で多くの種類がある。和名はオスの胸部に窓のような二つの透明部があることに由来する。メスは羽が退化していて、サナギがそのまま歩き出したような外見をしている。幼虫は陸生で、主に小型のカタツムリ類を捕食し、他の陸生のホタル幼虫に比べて夜には活発に光りながら草や低木にもよじ登るので、 よく目立つ。成虫はよく光るものも、痕跡的な発光しかしないものもある。本州東部には、中型種の黒窓ボタル。本州西部と四国。九州には、中型種の大窓ボタル。オバボタルルシデナバイプラジョタモーチルスキー。1866。体長1 0ト、mm、ル前後。体は、黒色で平たく、前胸に2つの赤い反転があり、尾部も赤い。 他のホタルと同じような体色だが、中高生でほとんど発光しない。幼虫は森林の土壌中で小型のミミズを捕食している。なお、ベニボタルはアミオにホタルとあるが、ホタル科ではなく同じホタル状科のベニボタル科の昆虫である。玉動物公園昆虫館でホタル飼育技術を確立した矢島みのるは昭和40年代以来、 皇居ほか各地のホタル復活に手を貸してきた。現在では自然保護の機運も高まり自然回復や河川の浄化を含めて自治体などの取り組みとして現地ホタルの保護や放流が行われるようになっている。しかしホタル復活を歌いながら実はビオトープが増援業者が手掛ける箱には人を寄せパンダに過ぎなかったりホタルの養殖販売業者からホタルの幼虫や 成虫を購入して話すだけだったりする場合も少なくない。ホタルをめぐってのトラブルも各地で発生しており、解決すべき課題も多い。なお、他地域の源氏ホタル、または幼虫の餌となる川に名を放流することは遺伝子汚染を引き起こすため行うべきではない。ホタルの研究会として陸生ホタル生態研究会、全国ホタル研究会などがある。ホタル保全護岸は、 護岸本来の機能に加えホタルやその餌となる、カワニナの生育に適した環境を作ることを目的とした護岸である。ホタルの生息地として有名な山口市は、昔から現地ホタル生息地として有名な山口県の中でも、特にホタルの生息、発生が多く、市の坂川、沢原の川、吉木川などは天然記念物指定河川となっている。 小規模河川改修事業が実施された市の坂川の五岸はホタル保全五岸の代表的なものである。市の坂川は市街地を貫流し、両岸には住宅や道路が迫っているため、拡幅せずに川床の掘り下げによる川石の拡大を図る改修が行われた。こうしたことから五岸も急勾配の乗り面となる等の制約のもとにホタル保全五岸が考えられた。 河川底の掘り下げにより、それまで川に生息していたホタルの幼虫や、餌のニナを取り除かれてしまうため、回収にあたっては、再びホタルの生息条件を整え、回収後新たに幼虫や川ニナを放流し、ホタルの復活を図る方法として考えられた。ホタルの生息条件を満たすために次のような点が配慮されている。また、ワラの川でのホタル語岩は、 連結ブロックを利用して、ホタルの生息条件を整えた事例がある。その連結ブロックの利用にあたって連結ブロックの突起の下側を一部削り取り、日陰となる下側に粘土詰めし、表面にヨモギ類を植え付ける連結ブロック間の間劇にも粘土を詰め、幼虫の土中潜入及び植栽を可能にするといった改良が行われている。説明書図へ。 ホタル狩り1796から1798水の年方方、36河川ボタル狩り天明頃、婦人1891年、歌川国吉、四季有観量のホタル1843年夜に発酵しながら活動するホタル類、特に源氏ボタルは古来から日本で人気のある昆虫の一つで、ホタルを題材とした文化も数多い。ホタル発酵研究の草分けとして知られる。 神田左京は、ホタルの名が、日本初期や、万葉集にすでに見られると指摘する。源氏ボタルを中心とする日本におけるホタル干渉の、ことを特に、ホタル狩りという。ホテルなどでの催しとしてホタルを放つ例もある。また、源氏ボタル以外が完全に無視されていたわけではなく、陸生の窓ボタルなどの幼虫は、土ボタルと呼ばれ、これに言及したものも見かけられる。 なお、光キノコ場への幼虫がこの名で呼ばれることがある。ホタルの歌として、ほうほうホタルこっちの水甘いぞ、うんぬんが知られる。横須賀市自然、人文博物館によると、甘い水とは、農薬や洗剤に汚染されていない水で、ことさら砂糖水のような甘みのついた水分に好んで、集まるわけではない。俳句、短歌の一覧短歌俳句度ドイツ楽曲の、 一覧ホタルは発光する生物の典型とみなされ、生物発光を行う生物にはホタルイカ、ウミホタルなどを往々にして、ホタルの名が付けられる。また、ホタル狩り等との関連で、名が付いたものにホタル袋などがある。また、ホタルは、ベーツ型擬体のモデルともなっており、そのために似た体色の別群の昆虫がある。ホタルが、ホタルカミキリなどはこれに近い。 各自治体ではホタルを自治体の虫として指定している。名所の一覧に本体はマレーシア AB、誰でもできるホタル復活大作戦、ハット AB、謎解き昆虫ノート一例として、ホタル美が星空と共演高知県四万都町の津賀田向子、高知新聞2018年6月15日。ホタルのゲノム解読に成功ホタルの光の遺伝子の進化が、 明らかに基礎生物学研究所。中部大学プレスリリース二千十八年十一月二十七日。閲覧。ホタルの木、矢島みのる、昆虫誌ホタル学、神田作京、ホタル、神田健十日本同様、化はラベ歌集にメトロポリタンプレス。二千十三年、六から七ページ。ISBN 九百七十八から四から九十万四千七百五十九から。 八十から六、ありがとうございます。